BMX では負けたくないっていう、子供の頃にアメリカに行ってアメリカの一番トッププロになりたいっていう夢があったんですけど、 BMX の日本初のプロチームを作るっていうことを宣言してたので、有言実行っていうのは、まあ、ずっと持ってやってきてます。チームとしてはやっぱり選手の戦うための環境を少しでも良くしていきたいっていうのがあって、具体的なことはあまり言わないですね、選手たちには。考える能力が高い人がやっぱりトップになれると思うので、僕の自転車はすごくこう軽量にできてて、少しでも自転車を軽くして、まあ、出足を良くするっていう。 BMX 自体が一番になるのも大切やし、かっこよくあることも大切な競技なので、僕が子供の頃アメリカに行った時にピックアップトラックに乗ってるプロの選手が多くて、それがかっこいいなと思って憧れて。車っていうのは、まあ、大切なチームピットの機材であったりとか、まあ、選手が使うバイクを積んで、まあ、そういう意味ではすごくやっぱり大切なアイテムですね。でその中でやっぱりタイヤ、車のタイヤっていうのも BMX と一緒で、まあ、車体と地面を唯一つないでる部分なので、まあ、タイヤのチョイスっていうのはすごく大切になってくると思うんですね。まあ、大会中とかもよくスコールが来て駐車場の中がまあぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど、普通の車だとスタックしてしまってる車はよく見かけたんですけど、でもそういう時こういうタイヤ履いてたらやっぱり問題なく強いですよね。そういう時は必ず会場に到着しなければ大会に選手たち出場できないので、選手が 100% 競技に専念できるような環境を作っていくのが、まあ、自分の使命かなっていうふうに思ってて、自分のライフスタイルに合ってるのがやっぱり SUV 車なので、次の車もやはりこのオープンカントリーが似合うような車に仕上げていきたいです。